この動画は東方プロジェクトの二次創作です。原作とは異なる設定や独自の解釈が含まれます。デフォルメされてはいますが、やや暴力的なシーンやホラーなシーン、アダルティーなシーンが含まれることがありますので、苦手な方はご注意を。医療、動物学、生物学に関する専門的な内容はストーリーに合わせて脚色しており、必ずしも事実とは一致しません。以上をご理解の上、ゆっくりしていってね。よーし、いい具合に焼けたぜ。暑いから火傷しないようにな。あとお肉もいいけどお野菜も食べるんだぜ。では、いただきまーす。いやー、絶好のキャンプ日和だな。天気もいいし空気もうまいし最高なんだぜ。ま、たまにはこういうのも悪くないわね。ほらよ、アリス。え、何よ。あーん。あーん。いやー、肉も最高にうまいんだぜ。あいた、何するんだよ。いいもん自分で食べられるもん。衣は腐敗開いるよれ。え、ほんのジョークだろ。こちらも美味しそうに焼けましたよ。待ってましたー。ユニオンはもう待ちきれないって顔してますね。さあさあお上がりください。いただきまーす。あ、こらこらユニオン、そんなにがっついたら火傷しますよって言おうとしたのに。熱いですからよく冷まして落ち着いて食べてくださいね。食欲には抗えなかったようね。困ったものですよ。どうですか、うまいですか。それはよかった。まだまだありますからたくさん食べてくださいね。そうですね。まあ、おとなしくしてくれてる方が助かりますけど。あはは。しかし早いものですね。チルノがアリスさん家にやってきて間もなく1年ですか。確か屋根裏で涼んでたんですよね。そうそう。私の部屋があんまり涼しいものだから、幽霊でも住み着いてるんじゃないかって妖務さんを呼び出したりして、覗いてみたらチルノが住んでたんですからびっくりでしたよ。それからすぐにアリスさんがチルノのお世話をすることになって。まあ、あれですよ。自分で冷却魔法を使わなくてもいいなら魔力の節約になるかと思って。今も昔も素直じゃないですね、アリスさんは。
え？おりんじゃない。おりん、しっかりして、おりん。どうしたの、おりん、何があったの？実は、お姉ちゃん、おはよう。あ、おはよう、小石。この子はおりん、お姉ちゃんのお友達よ。小石も会ったことあると思うけど、生まれたばっかりだったから覚えてないか。あ、小石様、そんなに大きくなられて、あたいは嬉しいです。それはそうと、全然お目にかかりませんでしたけど、今までどこで暮らしてたんです？あ、ちょっといろいろあって、さすがに人間と暮らしてるなんて知ったらびっくりしちゃうよね。で、私のことはよくて、一体何があったの？おりん、泥だらけになってこんなところで倒れてるなんて。早いな、二人とも。あれ？初めて見る子だな。悟りと小石のお友達か？なに？この子の相棒がさらわれた？そいつは大変だ。あたしはマリサだぜ。お前の名前はなんて言うんだ？おりんっていうのか。おりん、人間慣れしてないだろうから怖いかもしれないが、今は時間が惜しい。どうかあたしを信じて、何があったのか話してくれないか？ダメか。ここまで威嚇されたのは初めてだ。仕方ない、先にゆっくりさんに知らせるとしよう。大丈夫よ、りん。この人はとってもいい人だから、きっと私たちの力になってくれる。悟り様、最近追いかけしないと思ったら、また人間なんかと連れてたなんて。それは、その。